繋ごうと思って。ありがとうございました。よみやさんが演じるおさなえさんがもう可愛すぎるということで、多分舞台挨拶の時に、まあ、おさなえさんが可愛すぎるっていう話になった時に梅田がおさかわっていったのが発端だった気がします。すげえ面白い。すごい。聞こえるようにさ、ミステリーは現場でも起きていた、小市民シリーズ裏事件簿。はい、作中ではですね、小鳩くんと幼いさんのコンビが日常の中の謎を解き明かしていますが、きっと作品の裏側でも謎な事件が起こっているのではということで聞いていこうと思います。まあ、あの裏話のコーナーですね要するにね。はい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 。ではまずはこちらです。全員ノックアウト、おさかわがすぎる事件。おさかわ、おさかわ、あのおさかわっていうの、多分舞台挨拶の時に、まあ、おさないさんが可愛すぎるっていう話になった時に、梅田がおさかわって言ったのが発端だった気がします。はい、まあ、とにかくあの陽宮さんが演じるおさなえさんがもう可愛すぎるということで、うん、収録の時もみんなおさなえさん可愛いねっていうしておりました。ちなみに一番お気に入りのシーンはどこなんですか？いや、もう全部のおさなえさんの表情、ね、言葉好きなんですけど、うん、まあ、あの一つ挙げさせていただくと、まあ、第2話のココアの時ですね、うん、あの健吾のはい、お姉さんの千里さんが出てくるんですけど、うん、小鳩くんと幼いさん3人のやり取りの時の間をつなごうと思ってっていう、ああはい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 、あのけなげな幼いさん、幼いさん、あそこも大阪はポイントだったんじゃないかなって思っております。はい、じゃあちょっとそのシーンがあるみたいなので見てみましょう。はい。あんたそれが分かっててなんで言うのよ。間をつなごうと思って。小鳩くんと同じ顔してるねちなみにこれクソ可愛いの顔ではないから確かにこの小鳩くんは確かに可愛いということで、お酒は体験してもいいですか？あ、でもあの お姉さん、千里さんあってのシーンでも、うん、あ、うん、弟が先に謝っときます。安西さんすみません安西さんあんた、それが分かっててなんで言うのよ。あ、場をつなごうと思って。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お酒はですね、お酒はでした。これはお酒はですね、お酒はですね。でもこう、さらっと通り過ぎるような会話一つにおいてもこんな風に可愛いポイントになったりするのも、また小市民シリーズの魅力だなと思いますね。ご自身と幼いさん、なんか似てるなって思うポイントとかありますか？はい、あります。あります。ちょっと聞きたいな。私より僕の方から聞きたいな。もう本当にもうスイーツ大好き。ああなるほどね。ほうほうほう。だからもう本当にあの現場で限定の お菓子スイーツをコンビニで見つけたものを、あのアフレコの空き時間とかでこそって出して食べる前に一回見るんです。食って見てる。それはどうしたのって聞くと、これはですね、限定のあのチョコがついたヨーグルトなんです。あの違うんです。そうなるのには本当にちゃんと訳がありまして、訳がありまして、あのどこでも買えるものじゃなかったんです当時。本当にコンビニを回ってもなかなか見当たらないヨーグルトチョコだったんですよ。それを小市民シリーズの前に2個も見つけて、2個も置いてあったんです。なんで嬉しいと思って買って眺めちゃって、なるほどね、すいません語っちゃって。梅田さんがこう、はい、役作りをする上でなんかあのこういうポイントにこだわったとかっていうところあるんですか？あの小鳩くんに関してはずっとこう心に残っていることがあって、あのスタジオオーディションって言って、はい、あの音源をお送りした後に2段階目の第二次オーディションみたいなの時に、うん、あの図書館で喋っているような、うん、あの喋り方が普通な感じで、あの日常な感じでやってもらえますかって言われて、図書館で喋っている感じが
日常の男の子どういうことだと思って、まあ、小鳩くんの持つ魅力的な面倒くさい部分とかそういったところを自然に演じるっていうのはもう なかなか自分の中ですごく自然もう染み渡るぐらい落とし込まなきゃいけなかったので結構挑戦な役だったなと思っております。向川さんはこの剣豪を演じる上で何かこう役作りだったりとかこだわったポイントってあるんですか？健吾さんはああ見えて高校1年生なんですよね。現状高校1年生なんですけど、高校1年生の精神成熟度じゃないんですよ健吾くんは。それくらい大人びてるんで、あえてその高校生として演じずに堂島健吾っていう人間として演じるっていう、心がけ方をさせていただいてますね。まあ、なんでなんだろう、大人と子供が喋ってるような雰囲気に なってるなって思うところもあれば、僕2話の完成した映像でやっとほっとしたんですけど、健吾男の子だったわ、あんな口の周り汚してケーキですねよかった高校1年生だじゃあ続いていきましょう。続いてはこちらです。悪気はないのに話の腰折りまくり事件これは何か悲しきエピソードが出てきそうな気がするんですけど、どなたでしょうか？何か兄さんでしたか？兄さん何かこれはどういうことでしょうか？まあ、説明しますと、はい、まあ、休憩中とかアフレコって、テストと本番っていうものを繰り返していくんです、うんうん、でまあ、空き時間が絶対的にあるんですよ、うんうん、でその空き時間のところで、まあ、ちょっとそこの外の空気でも吸いに行ってくかとか、まあ、ちょっと外で飯でも食ってくかって言ってでしばらくしてもうそろそろ始まるかなと思ってこうブースの中に戻ってくると、俺の席に大体他の、まあ、大体女の子なんですけど、うん、他の女の子と、まあ、まあ梅田くんなり、まあ、誰かしらなりとか、座ってることが多くて、うんうん、でこれ学生時代でいうところ、ね、のそこ俺の席なんだけどだからまあちょっとずれたところに座りゃいいかと思って、うんうん、スッと座るとあごめんなさい古川さんっつってスッと逃げてくるんですよ。バケモンかなって。そういうのは目撃されたりしました？あそうよ、まあ、そこそこあそこそこあるんですねキャリアでいうと、ええ、だいぶ先輩ですよね古川さん。長いですね僕多分、先輩、はい、大先輩ですよね、そのなんかこの距離感とかってどんな感じですか？遠慮されてるし遠慮されてますねそう、そんなことないですよ古川さん。遠慮してないですよ。本当に？本当ですよ、はい、本当です。いや絶対嘘だなんで私だけ嘘になるんですか？なんかちょっと怪しいポイントはあるんでもっと仲良くなってもらいたいなと思いまして、はい、こんな企画を用意しました。緊急仲良し企画、笑ってはいけない音読。音読？音読？はい、こちらですね。笑ってはいけない音読というのがありまして、これ僕実際やったことあるんですけどめちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いんですけど、ルールはですね簡単です。物語を一節ずつ順番に音読をしていきます。しかし読む前に指示カードが足されます。で読み手も聞き手も笑ってしまったらダメです。で笑った回数がカウントされて、これでこうみんなで笑わないように音読をしていくというゲームなんですけど、今回はみんなで赤ずきんを音読します。赤ずきん、赤ずきん、まあ、皆さんねいろんな役をやられていらっしゃると思うので、はい、なんかこうどんな指示が来ても対応できると思います。なるほど、はい、なるほど、やりましょう。でもそんなに自信なさそうな感じですねよーいスタート。赤ちゃんに話す母親のようにいやでも花を摘み終えた赤ずきんちゃんがおばあさんの家に着きました。うん、狼はいつの間にかいなくなっていましたが、おばあさんに会いたくなって会いたくって気にならないねって、息が持たない。ダンディーな感じでもうダメだもうダメだ。頑張って頑張って頑張ります。頑張ってダンディー、ダンディー、あなたの中のダンディーを出して。ダンディー、ダンディーあんのか。家の戸が開いていたので
だな思いながら恐る恐る部屋に入りました。まだ持ったぞ。自分で笑って自分で笑うの、はい、自分で笑うのダメだな、はい、あ、魔王のように。おなあ、それから大きな声でおはようございますおばあさんと呼んでみました。たまにツッコミを入れながら。赤ずきん、早くこっちにおいで。ってそんなところですぐ行けるわけないやろ、アホが。と返事がありました。そこで寝床へ行ってカーテンを開けてみると、ズキをすっぽり、あのすっぽりってあのなんかすげえあのポンって感じね、で顔までかぶって、どこかいつもと違うあのおばあちゃん、あの元気元気おばあちゃんが横になっていたんだって。あや、おばあさん、どうしておばあさんのお耳は大きいのにゃ。あれ、なんか頭に小判つけてない。お前の言うことがよく聞こえるようにさ。ところどころ英語にしてください。ジャストその時ルーミアタさん、ポンって感じね。で入りました。よくジャストその時私宮田は14回、そして古川さん14回、ヨウミヤさんが19回。おお、結構いったな。トップですね。おお、じゃあ梅田さんの発表。はい、梅田さんは20回ということで梅田さんの負け。さあ、ということで罰ゲームがあるみたいで、え、梅田さんにはモノマネをしていただきますと。おつだな。どうしましょう、モノマネ、うん、なんか、うん、あれできるモノマネありますか。なんか私、うん、あの幼いゆきちゃんのモノマネ聞いてみたいです、うん、おそれが分かっててなんで言うのよ。バオッツなことを思って。あんた、それが分かっててなんで言うのよ。バオッツなことを思って。ふざけんな。ちょっと待ってください。俺の好きな幼いさんはそれじゃない。マダムが出てきちゃった。まだやってた。これマダム出てきちゃった。やってましたかね。やってた。わかりました。本日はいろんな曲に挑戦していただきましたが、いかがだったでしょうか。梅田さんどうでしたか。はい、もうめちゃくちゃ楽しかったです。仲良くなれましたね。仲良くなれました。私も宮田さん見るためにジャストが。ジャストその時。ジャスト宮田さん。ジャスト。いや、でも本当にあのいろんなね、あの作品の解説であるとか、あの遠藤さんのお話であるとか、いろんな方からの愛を受けて、たくさんこういろんな細部まで作られているものになっておりますんで、最後の最後までね、小市民シリーズという作品を、見て愛してくださったらいいなという気持ちでいっぱいでございます。ぜひよろしくお願いします。見てください見てください。ありがとうございます。それでは最後に、あの番組をご覧の皆さんに PR お願いします。小市民シリーズはテレビ朝日系全国24局ネット沼アニメーション枠 BS 朝日他にて大好評放送中です。
1話からご覧になりたい方は各種配信サイトをチェックしてください。皆さんぜひご覧ください。